貴重な映画資料で地域を盛り上げようと、八王子市のカフェでは市内に住む映画史の研究家が集めたポスターや台本などの展示会が開かれています。こちら西八王子にあるカフェなんですが、店内に入りますと伊豆の踊り子や太陽がいっぱいなど国内外の名作映画のポスターが展示されています。店内に飾られているのは八王子市の映画史研究家畑三郎さんが子どもの頃から集めてきた映画の資料です。畑さんは4歳で映画にのめり込み、戦後記者や編集者として昭和の映画界を取材、70年以上にわたり映画を見続けてきました。会場にはポスターや台本、名優の写真など畑さんがこれまでに収集したおよそ12万点の中から200点が展示されています。他にも大正から昭和にかけて家庭で使われていた映写機や、昭和30年代まで駄菓子屋などで売られ子どもたちに人気だった豆ブロマイドなども。畑さんは他では見られない珍しいものが多いので、地元以外の人にもぜひ見に来てもらいたいと話しています。単なる映画の資料っていうか紙っていうかポスターとか写真じゃなくて、文化の歴史の資料の人が来てくだされば、その近辺歩いて商店街も少しは賑やかんじゃないか。それが目的と言っちゃあれですけど、願いなんですよね。畑さんは若い人にも映画の歴史を知ってもらい、公開当時の時代背景などを感じてもらいたいと話しています、ね、有名な方がすごくこう若く、ね、映ってるので、こうあまり見る機会がなくて、すごくそうですね、皆さん素敵だなっていうのが分かりました。今度は見てみようかなと思います。この展示会は八王子市のギャラリーカフェ花火で15日まで開かれています。